国民劇場はチェコの首都プラハにある劇場。チェコの歴史と芸術を代表する建築物である。国民劇場は音楽の盛んなチェコにおける最重要機関であり、チェコを代表する芸術からによって創設、維持されてきた。この伝統により、チェコの言語、音楽、思想などが保存、発展してきたものである。今日では国民劇場はオペラ、バレエ、 演劇を提供している。いずれも著名なクラシックなどに限定せず、地域のものや現代のものも上演している。1881年当時の国民劇場国民劇場は、チェコ国民、民族のアイデンティティと独立を体現するために建設された。当時、チェコはオーストリア帝国の一地域であったが、同じく一地域であったハンガリーが後にオーストリアと、 対等の扱いを受けて、オーストリア・ハンガリー二重帝国が成立したのに、対して、チェコは低く見られていた。また、当時はドイツ語による上演が多く、チェコ語で上演できる劇場はなかった。国民劇場の建設資金は、プラハを中心としたチェコ国民の寄付によるものである。当時、ドイツ語の劇場しかなかったプラハにおいて、1844年には、 チェコの愛国者たちの間にはチェコ語による劇場を求める声が高まり、チェコ語によるチェコ人のための舞台を求めて1845年には申請を行い建設許可を得ている。これを受けて1851年から国民劇場建設のための募金を始めた。翌年にはブルタバ川のプラハ城を望む絶好の位置の土地を購入するに至った。 1862年には仮設の劇場が建設され、1868年には基礎が置かれ、チェコ人の建築家、ヨゼフジーテクト助手のヨゼフシュルツの設計をもとに本格的な工事が始まった。1875年には外壁が積み上げられ、1877年には屋根が架けられた。そして1881年の完成を待つこととなった。国民劇場は、 1881年6月11日に、ベドルジハスメタナのオペラ、リブシェの初演をもって開かれた。その後、劇場の仕上げを行うために閉じられている最中の8月12日に国民劇場から火災が発生した。この火災は国民的悲劇であったが、この後の47日間で再び民衆から資金を集め、1883年には再び、 リブシェで国民劇場の再会を祝うこととなった。ありがとうございます。